あ、ちょっと待った。その前に忘れそう。あれ、これやってねえわ。おー、何を食うものだったのか。下げっこ持ってきたぞ、親父や。それが不思議だ。ああ、そっか、その話も。セキロ。お。抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議は抜いた者に死をもたらす刀。妖刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物が。村正かと。不思議を抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。うん、そうか。赤き刃がな。のう、セキロ。不思議があれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい。その刀がお主の手中にある。何を切るか、よく見定めてから抜くことじゃ。ふん。この点点点すごくいい。いやー、改造人間くんとは多分対戦することになるんだよな、きっと。不思議り。死なぬものを切る欲。あれ、せっかくじいじにお酒あげようと思ったのに。なんだ。ハープ。エマ殿もらってくれるかな。エマ殿、それがしの猿酒をぜひ。狼殿。ああ、やった。あ、種ない。酒を。あら、これは。そう。猿酒ではありませんか。嬉しそうだな、エマ殿。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。おお。おお、いい飲みっぷりじゃのう。辛い。そう、お猿。私は。猿には何かと縁深いのです。縁深いとは。猿と。はい。何せ私は猿に拾われた子です。なんだと。信じていませんね。ではエマ殿の姉様の。戦場後に一人、私は呆然と立っていました。この指笛、見覚えがないか。何も、泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら、猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、それはうまそうに、恨めしいと思いました。それで猿を切ったのか。猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切の猿だ。まことに親切な猿でした。え、終わり。狼殿。はい。本ミケクロウさん。ではまた。親切な猿っていう題名かな。巫女殿。戦況に至るための功集めも進んできたな、狼よ。引き続き頼むぞ。清い。源。はい。お千田には林言葉のまとも。はい、じゃあ奥に。狼よ。は。は、は。奥に行きます。獅子猿の水場。この先、おにぎり持ってる猿とか現れんのかな。参る。
立っていける？こういうとこ見落とすよ。こういうとこ。ああ！あれ？あ、先なんか、またエリアがあるのかと思ったんだけど。あれ？白い花、これか。またこの、なんていうものこれ。なんとかし睡蓮。落ち谷の奥に咲いていた青白い蓮の花。源の水が濃くたまる場に咲くもの。あれ、これ蓮でいいんだよね。香り師ですかね。もう手書きでやったわ、ついに。香り師睡蓮。っていいのかな？ケイとか今日とかって読むみたいですけど、訓読みだと香る、香りとか。うん。清、よし。清しかもしれないな。わかんねえな、俺。あ、これ、かぐわしいだわ。かぐわしい。かぐわし睡蓮。難しすぎだろ。はい、ありがとうございます。また一つ賢くなったけど、明日には忘れてると思います。また行かなきゃじゃん。なんだ、ちょっと先行けばよかったな。だけどな、そうとは限らないから慎重に行くのは正しい。あれ？なんでここ？ん？一個前に来たとこってこうなるんだっけ？あ！何かイベントがあるか？完全に大人の事情が発生してるな、今。あ？ああ、どうした？なんとなく来たけど、どうした？苦しいの？巫女の忍び、よくおいでくださいました。お米ならまだあるから大丈夫だよ。どうした？大事ありません。嘘だろ、それ。それより今。いや、お米はあるある、大丈夫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 。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいものはあるか？では。おお。柿を食べたいです。おいいぞ、単独や。おお。巫女の忍び、いらしてくれたのですね。柿をたんと食べ。柿だ。誠に取ってきてくださったのです。ゆっくりと食べよ。食え。はい、食え。いただきます。おー、ゆハンバーゲルからゆっくり食べれ。誰も取らねえから。おー、いい顔してるな。甘くておー美味しいです。うん、そうか。うん、忍びよ、お手を。お、だがもう大丈夫です。お手を。お米玉あるぞ。わかった。豊かな実りを。あなた。おお、二杯目。お、二杯目くれた。礼を言います。巫女の忍びよ、いただいた柿のおかげでたくさん実ったようです。おお、そうなんだ。よければ留院の巫女にも。ああ、そうだね。差し上げてください。おお、わかった。わかった。おお、あ、別で？クロエのお米。落ちの巫女の手のひらよりこぼれ落ちたお米。それをクロのためにと包んでくれたもの。お米は大事。留院の巫女にもぜひ元気になってほしい。クロに届ければ喜ぶだろう。だけどね、転送できねえんだよ。巫女の死、ようこそ。ああ、え？あ、はい。柿だ。はぁ、あ。食え。はい。いただきます。柿大好きっ子か、君は。おー、もぐもぐ。
おー、これは甘いか。どうした。素晴らしく甘うございます。柿とはまさしく赤き宝玉なり。すみません、お米がまだ。またいいよ。柿だ、食え。はい。やはり柿です。これほど美味しいものはない。そうか。柿だ、食え。はい。どうして。いいえ、何個渡せばいいんだろうか。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。おう、じゃあ柿見つけたらまた持ってくるね。いい食いっぷりじゃ。はあ、あれ、あれ寺からクルリンパで行けるのかな。こっちか。こっから、まあ閉ざされていると言われちゃうのかな。あー、ダメか。ありゃ、え、なんで、どうしたらいいのこれ。なんか届いてる。これ何なんだろうな。お米2個。あれ？柿あるじゃんね。まあまた行った時渡してあげるか。ああ、本庄が全く行けなくなってるね。ここだけ行ける。意味ありげすぎるな。行くか。お主、何か知らぬか。ご供養か。ん？いやー、あいついるかな、もしかして。あれ、でもここって、ここ先行ったところで、先方陣出るだけだよね。ちょっと待って、一応そこ見とくか。もう何もないと思うけど。はぁ！まだいる。答えろ、同作。我が死よ、同作。同作。同作。はぁ？あれ、どこ行けばいいんだ。はあ、こんなのあったっけ。こっちから、あ、このな、皇太の刻限などとうに過ぎておるというに、誰も来ぬではないか。何かあったな、こりゃ。城で、こっちから逆走でできたっけ。できるな。あれ？しまった。危なかったぜ。なんか、ん？こんなとこあったっけ？ん？
いるにはいるな、人な。歩いてる歩いてる。何があった？ラッパシオもいるな。あ？あれ？なんだあれ？なんかいるな。うわわ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 、やられてる。あ？敵？おお、なんだな、赤い鎧のやつ。あー、負けた。あー、見つかった。何やつ。うー、見切れない。え、痛い。なんだこいつ。あぶねえ。誰じゃ貴様。あ、忍びどもが。忍びども、あれ忍びなの？お堀？弾薬、片城がある。あー、ここ何もなかったんだよな。ちょっと待って、ちょっと待って。こっちからあそこの鬼仏行けるかい。あ、ここ健在だ。忍びが入るんだそうじゃ、探してくれ。心得たが、最近頻繁ではないか。へえ。じゃあ、それだけ戦が。なるほど、もう情報戦が始まっているということか。だからこそ、放ってはおけぬでな。アシナってどこと戦ってんでしたっけ。なんかそこがいまいち分かってねえ気がするな。この状態であっち行ったらなんかあったりする。ちょっと見に行っていい。この通い慣れた道。ここもなまさかだったよな。
あれ見つかってる？マジか。誰もいないか。誰もいないか。なるほど。あ、なんかいるな。